切り抜き帳は新聞記事を切って貼ったものですが、本当に事故が起きると新聞は切り抜けなくなります。これは2011年3月12日の朝日新聞の朝刊です。放射能漏れの文字にショックを受けました。非常用炉心冷却システムが動かない。この恐怖を忘れることはありません。これはテレビ欄ですが、地震情報と安否の放送で真っ白です。コスモ石油の千葉製油所です。このような地獄の炎があちこちに出現しました。帰宅難民となって何十キロと歩いた苦しい記憶がよみがえってきます。地震は収まりましたが、原発事故という終わりない恐怖が今日まで続いています。